おはようございます。おはようございます。やばいですね。バカみたいなやつです。インドかと思いました、マジで。いや、マジでもうインド以上やろ。インド以上ですかね。インド超えた。若干風あるけど、暑くてもお仕事もあって現場は動いてるんで、前も言った気がするけど、これ。そうですね。まあ、ちょっと、現場確認で、はい。ちょっと今日来てるんですけど。今日もですか？今日もです。で、そこの現場にいる職人さんが、はい、動画初の職人さんなんで。はい。あ、マジですか？はい。そうですね。なので、ちょっとその人の紹介っていうか、はい。ちょっと初お披露目を。初お披露目ですか？はい。初お披露目をちょっとしようかなと思って。どんな職人さんなんですか？結構若い人で、はい、でもまあ若いけど、まあ、10代とかから職人やってはる人やから。あ、そうですか。ちゃんと経験は積んでる人で、はい、塗り替え道場に半年ぐらいかな。あ、そうなんですか。そう、まだ全然塗り替え道場に来た新しい人で、はい、まあ、期待のホープみたいな感じ。かこいさんですね。かこいさん。はい、かこいです。ちょっと変わったお名前ですね。お名前というか、名字ですよね。あんまり見たことない。そうですね。多分初めて会いましたね。かこいさんっていう名字の人と。今、ちなみに何ですか、抜き点？現状の1回目です。ああ、ハケで。ハケで、ローラーが入らないとこを拾って、そこからローラーやっていこうか。ああ、かこいさん、塗り替え道場に来て、どれくらい？まだ半年ぐらい。半年ぐらい。今年の冬とか、それぐらいですか？そうですね。年始ぐらいから。あ、年始ぐらいから、まあ半年経ったかなぐらいって感じですかね。職人歴は？10年ぐらい。おお、長いですね。じゃあもう10代から。そうですね。ちなみに今何歳ですか？今25です。あ、25。ああ、私の1個年下さんですね。な、ちょっと。そんな顔してた。しました。してない。なんだ、年下かみたいな顔しました。だって、そうしかない。だって、そうじゃないですか。いや、年下でも、すごい、ちゃんと、長いこと極めてる人って、すごいですよね。すごいじゃないですか。ここは行ってない。あ、行かずにもうそのまま。一つ職人、一つ。そうです。塗装やったきっかけとかあるんですか？塗装やったきっかけは、中学校出て、はい、友達とバイトを受けに行って、はい、バイトが落ちちゃって、はい、そこから地元の誰でも入れる電気屋さん、はい、入ってからがちょっとですね。一緒にやった友達、バイトしようとしてた友達は、どうしてたんですか？その子も最初、電気屋やったんですけど、はい、それでやめました。あ、マジですか？早っ。だけど10年もかこいさんは続けてる。そんなきつい、辞める人多いんですか？辞める人多いですね。やっぱ若い子だから。今若い子は、若い子。前入った若い子も、すぐ辞めちゃって。で、その、かこいさんのところに入った若い子ってことですか？ね、18ぐらいの子が入って、1ヶ月ぐらいで。やめちゃった。マジですか？やっぱり体力とか使うからきついみたいな。何も言わずにもうやめてっちゃったんで、スーンといなくなったんです。スーンと消えました。入れた子っていうのはもう会社やられてるってことなんですか？一応自営でやってて、あ、もう従業員みたいな。そう。25で。いや、すごいですよね。すごいですね。みんな辞める中で続けれたっていうか、なんか続けれたんですか？一回3年目ぐらいで、やめようかなと思ってて。あ、思ったんですか？思ってたんですけど、なんか昔よく怒られてて、容量が悪いとか、怒られてて、またここから違う仕事したら、また怒られるなと思って。あー、確かに。怒られるのがもうめんどくさくて。まあ、覚えてきたし、みたいな。そう、もう怒られることもなくなってきて。はい。やっぱ下塗りって一番大事なんですか？下塗り大事ですね。でもあれですね、軒天は、ケンイエスっていう、そうですね、防カビの軒天用の塗料があって。あ、そうなんですか。まあ、旅行の軒天がボロボロとかだったら、下塗り剤で補強してから剣エースっていうの塗るけど、この剣エース2回塗りの起点はなんかそうですね、防カビでそんなツヤツヤみたいな感じの塗料ではないですね。やっぱり起点湿気がたまりやすいんで、その場所に適した塗料をいつも塗りますね。好きな急に営業マンっぽい。いやいや営業マンっぽい、まあ一応営業ですからね。伊達じゃないですよ、私の営業っていうのは。ていうか一緒に作業したりしないんですか、その従業員の人と。従業員の子はまあその結構先が詰まってたりしたら、はい、まあ一緒にやったり。あ、工程パンパンとかだと。そうですね。ちょっとそこら辺は調整しながら。なんでまた塗り替え道場に入ろうと思ったんですか。前はどこにいたんですか。前はまあいろいろやったりしてて、でペンキ屋さんからもらったり、手伝いに行ったりとか、まあいろいろやってて、でその中でその本当年末ぐらいに塗り替えさんのなんかお話の機会があって、そこからやります感じで。なんで辞めたんですか。まあだってか仕事のあれですかね。やっぱ塗り替え道場だと仕事この現場終わったらつい切れないみたいな。切れないので、やっぱ切れちゃうとその応援探したりとか仕事作らないといけなくなっちゃう。それが急ってなると結構大変なんで。そうですね。結構塗り替え道場先まで割と工程組んでたりとかしてますね。確かに。塗り替え道場の存在は知ってたんですか、YouTube とか。あ、知ってました、知ってました。ずっと見てて。いつから見てたんですか。もうどうだろう。1年半とか1年前ぐらいか。マジですか。結構前から。最初その社長さんのセミナーみたいなやつから見て。え、マジですか。セミナー見てる人いた。あんまり再生数伸びないですよね、社長のセミナー。そう、なんか一人親方がどうのこうの。ああ、一番最初そういうやつですかね。なんかあれを最初に見て、そこから見るようになった。あ、マジですか。なんかこれ屋根洗浄してもらったけど、すごい色が全然違うってない？違います。なんでこんな違うんですか？白いところは水で洗浄してもらって、茶色いとこ洗浄前やねんけど、なんか足場がちょっとないから、お隣とかに水が散っちゃうからもう。手でけれんしてもらうってことになって、だからちょっとギリギリまでしか水で洗浄してなくて、ちょっと洗浄でこんなに変わるんですね。そう、球と膜がだいぶ剥がれたっていうのもあるけど、全然全部手でやったんですかねこれ。あ、でも今やってるところは水の洗浄機でやって、あの茶色いところ。で茶色いところはもう手でやってもらうみたいな。大変ですね。いや。この時期はちょっとえぐいですね。なんか塗り替え道場に来て半年で、なんか不満とかありますか？塗り替え道場のちょっと今後のちょっと改善に。こうとかがギリギリとか。後期がギリギリまあ短いっていう。結構カツカツなんですか。だからやっぱ後期が決まってるじゃないですか。はい。その中で一応、まあ、よっぽどのことがないとあんまりずれないので、その中で終わらせないといけないっていうのがたまに早い時があって、でその後期が短くて、で結局後期に合わせようとすると結構走っちゃうっていうか、しょうがないといけない。まあでもやっぱ限界ある。走れないですよね。走れない。走れないので、その応援呼んだりして、まあその後期が短い分人数を入れたりしないといけないとか、人入れるにも誰でもいいってわけじゃないので、何もできない人を呼んでもあれなんで、そんなに上手な人とか呼ばないで、その辺がなんか応援呼ぶのも忙しい時は難しいので、そういうところがちょっと厳しいかな。工程の次もどんどん入ってるから伸ばせないの。そこで組んじゃったらもう次のお客さんが入っててずらしたりはできない。逆に切れないからみたいな感じなんですね。逆に確かに切れないからこそのちょっとした調整も厳しくなってきて、梅雨とかだったらだいぶなんか何日も入れなくなったら取り戻すのが大変ですよね。そうですね、本当人を入れて、はい、その分取り戻すとかしか。そうですよね。いまだにやっぱ職人さんによっては梅雨のあれが取り戻せてない職人さんやっぱりいてて、そうですね。本当僕らも最近やっと戻ってきたぐらいで。あ、梅雨の遅れが。ああ。ちょっと遅れちゃってて。はい。今回長かったですもんね、梅雨が。最後に、おいさんなりの、塗る時のこだわりってありますか？塗る時のこだわり。はい。その工程がいっぱいあるんで、塗装は。はい。その一工程一工程、はい。ちゃんとやっていこうとは、まあやっていこうとかやってる感じです。ああ、もうしっかり一つ一つ。そうそう。ちゃんと。養生下塗りみたいなところですよね。そう工程って。その養生でも。はい。ちょっとしたところを、なんか面倒くさいからって言ってやめたりすると後で結局大変になってきたり、自分で掃除しなきゃいけなくて大変っていう。だったらもう最初からちゃんとやってた方が早いっていう感じですね。なので一つ一つしっかりやっていかないと、お客さんもその10年に1回とかの塗り替えになるんで、高いですもんね。で、まあ値段も高いと思うんで、それでまあやっぱそういうのに見合った。喜んでもらえるように心がけて、素晴らしいですね。鏡ですね。そうですね。今日は私の現場確認と、まあ囲いさんの紹介ということで、ちょっと屋根の上ですけど閉めます。はい。まあ求人道場とか、あと外壁塗装のマッチング、あと関東の職人さん、シールと足場。の職人さん、ちょっと足りてないみたいなんで募集しております。あと各個人チャンネル、私の個人チャンネル、会社員大谷の日常と塗り替え道場足場班チャンネルと佐々木ファミリーチャンネルもぜひ登録とご視聴お願いします。お願いします。はい。ではこの動画にも囲いさんへの応援コメントもお願いします。お願いします。はい。ではまた見てね。